サッカーファンの皆さん、こんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。この試合への期待の大きさがスタジアムのサポーターからもひしひしと伝わってきています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんを迎えしています。ドイツからお送りするブンデスリーガの一戦、目の離せない試合になりそうですね。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 5-3-2 です。前線の選手には走力と運動量が求められます。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日の陣形は再び流行の兆しが見える一般的な 3-5-2 です。守備と攻撃の切り替えがポイントですね。前半キックオフです。ロビン・クノシェ、シュートを打ってきた。キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。さあボールを蹴った。キーパーがコーナーをパンチング。あ、危ないですよ。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。決まれば1点リードします。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。これはコーナーキックです。いいキックでしたが、ここはキーパーがよく止めましたね。コーナーキックが入ります。あの線クリア。これは危ない。最後のところでディフェンスがしっかり仕事をしました。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。この失点は監督も一体何をしてるんだと言いたくなるでしょうね。クリアするなら一旦外に出すか、大きく前に飛ばさないとダメでしょう。中途半端にクリアしたことで相手のチャンスになってしまいました。監督もリードされて落胆してますね。選手に何か指示を与えています。ゲームは立ち上がりからの8分、先制点が生まれました。レナト・サンチェス、サイドへパスを出します。いいタックルだ。ボールをキープしました。カウンターのチャンスです。このパスは分かりにくかったか、タッチを割ってスローインです。レナト・サンチェス、絶妙なパスです。追いつきたい。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。フランクフルトの形がいいですよ。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。
エンドラインを割ってコーナーです。いいボールでしたがここはクリア。中央で受けた、打てるか。アンドレシーバー、このシュートはうまくブロックしました。アミン・ユネス、レナト・サンチェス、相手ボールになります。タックルでボールがこぼれました。マックス・クルーゼ、これは見事なパスカットです。ちょっと迂闊なパスだったかもしれません。ボールをうまくキープします。いいカットです。ボールを奪いました。入れば同点ですが、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。ここにはゲントナー、マックス・クルーゼ、相手ボールになります。スルーパスが味方に通る。オフサイドラインを越えてしまっていました。クリスチャン・ゲントナー、ボールはクルーゼ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはディフェンスが対応します。鎌田大地、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここはじっくりとパスを回しています。抜いてきたぞ。ディフェンス落ち着いていました。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。このファールにはフリーキックが与えられます。クリスチャン・ゲントナー、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。レナト・サンチェス、鎌田大地、危険なエリアです。フランクフルトのチャンスになりますか。高い位置でカットします。ここにはゲントナー、クロシェ、クリスチャン・ゲントナー。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。
キックオフで後半開始、フランクフルトボールです。フィリップ・コスティッチ、レナト・サンチェス、鎌田大地、アンドレ・シューバー、ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。コーナーキックを獲得しました。勝ち越しゴールが生まれるでしょうか。アンドレ・シューバー、ディフェンスが素早く対処しました。そう、鎌田大地、レナト・サンチェス、カウンターアタックに入るか。このロブパスはよくスペースが見えていました。これを決めればリード。ゴールキーパーがうまく前に出ました。アンドレ・シューバースペースへのボール、通ればチャンス。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。勝ち越しゴールが決まって監督も一安心ですね。早速選手に指示を出しています。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。アンドレ・シューバー、アミン・ユネス、 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。主審は PK を指示しましたがカードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。止められました。キーパーに威圧されたんではないでしょうか。中に入れた。ゴールにつながるプレーとはなりません。前に出しました。キープに苦しんだのか相手へのパスとなってしまいました。弧を描いて裏を狙います。クロスにはしっかりついている。上げさせない。判定はフリーキックです。ボールはボックス内へ。パスが通りません。この位置からプレッシャーを受けている。エリック・ドゥルム、パスをサイドに送ります。アミン・ユネス、アンドレ・シューバー、落ち着いています。さてフォルクスワーゲンアレーナで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがボルフスブルクに生まれました。現在スコアは1対1、時間は72分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の試合経過をお伝えしました。
チャンスにできるか。スローインです。両チームとも選手を交代するようです。クロスを狙ってきますか。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。ドリブルで持ち込んでいます。ボールを奪い返しました。味方を使います。何をしてくるのか。ファーにボールを入れた。時間はほとんど残っていません。このコーナーからゴールを奪えば勝利はほとんど確定するでしょう。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。コーナーキックを蹴った。見事なブロックです。いいクロスが中に入った。ここはしっかりクリアしました。鎌田大地、アンドレ・シューバー、ティモシー・チャンドラー、そう、ここで決められるか。鎌田大地、ゴールゲット。リプレイを見てみましょう。このワンツーパスでうまく抜け出しました。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。こちらのカメラからの映像です。リードが広がったことで監督も嬉しそうです。勝ちを確信しているのかもしれません。マックス・クルーゼ、ボールを持って上がります。ボールを失いました。この選手が視点となってパスを回しています。カウンターも狙えます。攻守の切り替えが大事です。ゴール前に入ってきた。オフサイドラインを越えてしまっていました。ロビン・クロシェ、クリスチャン・ゲントナー。試合終了です。アウェーチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。なかなか見応えのある試合でしたね。リードを守って勝ち切ったことはチームの今後にもいい影響があると思います。次も期待していますよ。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。